レンデ君4年生の話ですよ、うん、どう考えてるんですか。いやそれはねまだ分かんないですよね。分かんない。今作ってる作品がどう転ぶかによって、うん、今作ってる作品が結局ああこれ楽しい、まだまだ可能性がある、もっと追求したいと思えば、うん、まだそれを続けると思うし、それでもさ、うん、俺思うんだけどもう現時点で分かってない。いや全然分かんないです。なんで石を掘ることは楽しいけれども、いやもうそれでいいじゃん。ダメですよ。なんでそんなんじゃダメですよ。なんでそこで理由付けしようとすんの。いやいやいや、だからそれを結局、うん、一度自分の手で壊したものをもう一回積み上げてみようって、新しい違う形を作ってみようっていうことだから、うん、で今は過程であって、うん、本当にまあ途中の段階なんですよ。で途中の段階が楽しいからっつって、うん、それをやり続けることが果たしていいのかみたいな、作品作ってるわけですから、石掘って遊んでるわけじゃねえっていうところがあって、うん、そこ積み上げて形を作って、でそれがああこれ面白いなって興奮できたり楽しめたりしたら、でまだまだこのやり方でもっといろんなことができるなって思ったら、それをそのまま続ければいいし、もうそうじゃなかったら、もうなんかほんの面白かったけどやっても大してうまくいかない、不自由だし嫌だな、もうやってらんねえなって思ったらそこで終わっちゃうと思うし、で今まで、まあ、今やってるのがそれだけれども、今までやってきたその大根っていうテーマもまだ抱えてるわけだし、なんかそういうことを考えてたら、なんかどう転ぶかはとりあえず今やってる作品がなんか自分の中でどうなっていくかっていうのが今後には非常に重要だなっていう、うん、もう一度大根のシリーズでちょっと 見つめ直してみるっていうのもありだし、今のやってる仕事を続けていくのもありだし、二つ問題があるわけだ、うん、現代の中で素材の問題とテーマの問題だ、うん、それはね今フライングできる問題なの、つまり4年になる前にやっていける問題なわけよ、うん、テーマの問題と素材の問題を、まあ、自分がどうしたいのかっていうのを今考えるっていうのはフライングでしょ、4年の卒生からすると、うん、でも本来はフライングしてないと卒生間に合わないぐらいなわけよ、うん、だって1年かけて作品作るわけじゃん、うん、ってことは来年の4月までにもう来年の4年が始まった時点でもう作品を作れる状態に持っていくことがベスト、うん、ちなみに俺は3年から卒生作ってた。超フライングじゃないですか。俺フライングだと思ってなかった、っていうのはもう間に合わないと思ったの、そのぐらいからやってないと。それが なんなんですか中村の。いやもう あれはねああもうやってた。中村なし。ああ構想してた。考えてた。で試し撮りはもうやってた。へえ、うん、あとロウソクの作品ね、あれもう3年から始めてた。これはもう現実的なフライングになっちゃうけど僕の場合、うん、ただね健太がどういくとしても3年からこう4年の間に始まるまでの間に自分がどういくかっていう素材の問題とテーマ性の問題っていうのは十分に今できる、考えられる問題で、でなんか俺さ卒生のために作るっていうのは考えてなかったから3年から4年まで、うん、あのシームレスだったかもしれないんだけどね、うん、だからもう3年から卒生始めてたのかもしれないんだけど、うん、あんま考えてなかったって言えば考えてなかった。でも俺元旦の中でね半分答え出てんだろうなって思うのは、うん、それやっぱかあの感覚的な部分だよね、うん、これだっていう手応えはもうある程度元旦の中で持ってて、うんうんうん、で外せない要素っていうのはもうすでにあるわけよ、だから決まってんだよね結構、ああ、うん、なんだその中での問題になるかなとは思うけどね。多分確実に、うん、あの今自分がどういう行動を取るか予想するとおそらく石本だろうなっていうのは、うん、やめらんねえから石掘ってるっていう行為が、まあ半分以上は決まってるわな、ああ、うん、やめらんねえから、うん、多分石本だろうなっていう風なことは思ってて、絶対他の素材に転ぶとしても素像に転ぶとしても絶対その1年間の間に石を触んない
なんてことは多分絶対ないと思うし、今こんなに面白いのにっていうことは思ってて、例えばそれが何の変哲もない武将の例えば首とかなんとかそういう武将の作品だったとしても、何かしらでなんかこう石とまだ関わっていきたいっていうのはあって、やっぱそれが一番自分のしっくりくる表し方っていうか、そういうものだったから、いろいろ素材を触った中でそれを別に捨てる気はないから、だから多分まあその龍神さんの言う通り半分決まってるといえば、うん、半分決まってるようなもん、まあそうね、ではある、うん、まあやっててわかるからね、うん、それは。で今はそのタンガロイドのみを使ってるけれども、今度もっとムクの実を使って、もうそうすると方法の話になってくるから、あのまあつまんない話になるんですけれども、でもその方法を変えて同じ素材でやってみるっていう、ちょっと方法を変えてみる、道具を変えてみるとか、ちょっと違うだけでやっぱ全然違うと思うし、なんかそういう風なことで技を鍛えていくようなことが別にあってもそれはおかしくないと思うし、芸術だからその方法に頼っちゃいけないとかそういうことではないと思うから、それ言われますけど、方法だけになっちゃいけないとか、方法にその過程が楽しくてやってるだけでどうもなんないとか、そういうことを言う人はやっぱいるけれども、やっぱ方法がないと何もできないわけで、その方法を知るっていうこと、試してみるって、チャレンジしてみるっていうことはなんかまだまだやっていきたいなっていう。だから石が好きならば、その石に関してできることはやれるもんならやりてえなっていうところがあるとすると、まあ石を掘るんだろうなと。あとね、一個やってみたいのがね、あの矢でセリアで落とすとき、ガガガガってドリルで落とすじゃないですか。あれのね、手動のドリルみたいな道具があるらしいんですよ。クラさんが言ってたんですけど、コビケンの旅行の時に長い鉄の棒みたいんで、こうそれをコン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 ってやって、あ、はいはいはい、穴を開けていくみたいな。昔の人はそうやってたのか。なんかそういうことをやってたんじゃねえのみたいな。土谷先生の時代とかその前の人たちは多分そうやってたんだぜっていうことを話を聞いたりすると、なんかそういうのも、もうまさにそれ、鉄の棒を作ってそれで石の形作りましたって話じゃないですか。だからもう、まさに自分の手。で鉄なんて採取しようと思えばいくらでもその砂の中に入ってるわけだし、それを熱して、究極を言えばなんか山にこもって自分で作れるみたいなまあそこまで無理だとは無理とは思って分かってても、やっぱりその機械がなくてもなんかその自然のもので自然のものを形作るっていうこと、すごいそういうある意味でプリミティブなことがなんかできるんならば、それもできるんならやってみてみたいなところがあって、そういうことを考えるとなんか面白いんじゃねえかなっていうことをすごい感じて。